東大家庭教師センターとは、株式会社栄光が、同社の運営する学習塾栄光ゼミナールの、ブランドを関して運営している、家庭教師派遣事業。名前の通り、派遣される、家庭教師は、全員現役東大生である。2007年6月開設であり、名前に、東大を関した、家庭教師派遣事業としては、比較的後発に当たる。 学習塾と同一経営主体が運営する、東大生家庭教師派遣事業としては2008年5月、現在唯一である。その他、家庭教師に対する研修の有無、指導開始後のサポート体制については、他の東大生家庭教師派遣事業と、概ね同様である。同じ、栄光ゼミナールブランドのもと、各教室で提供される個別指導とは、以下の点で異なる。 実際に、生徒宅に訪問して、指導を行う東大生家庭教師以外に、バックアップの運営スタッフが存在する。栄光ゼミナーあるブランドを関してはいるが、家庭教師、運営スタッフともに、一般教室とは、独立している。従って、一般教室の東大生講師に指導を受けている、生徒がその講師を、東大家庭教師センターの家庭教師として指名する。 ことはできないまた、一般教室の学生講師は雇用契約であり、同業他社との掛け持ちが禁止されているが、当事業は人材派遣業であり、登録している学生は特に栄光専属というわけではない。ありがとうございます。